ここにも、ここにも大好きなラメがあった。私があのピンクフォグ愛好会の代表をしておりまして。ケーキですね。わかりました。基本私紫好きなんですよ。実は紫 ね。なのでほぼ紫ラメとピンクで。はい、というわけで遊戯配信ルーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、山手です。はい、 D1 ドライバーの藤野です。はい、というわけでまたまた藤野さん、またすごい車来ましたよ。これはアリサさんのハイエースということで、はい、このハイエースを紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごくない？ハイエースでこの車庫タンだよ。ハイエースでこの車庫タンはすごいですね。もうなんか僕そうですね、なんか運転席からはもう可愛い息子さんが、はい、はい、息子です。逆にこれ前回りからちょっと自慢のポイント、ね、はい、いろいろと気になりますけど、これはでもライトも気になるし、このバンパーとかも気になるし、ピンク色も気になる、はい、これちなみに一番フロント周りで気になるポイントってどこですか。気になるポイントは、気になるポイントというか一番推しポイント、このバラ、これはボタンなんです。あ、ボタン、実は失礼しました。え、これワイヤーブラシなんですか。エアブラシです。エアブラシ、はい、で、書いていただいた方がとても有名な実は方で、はい、あの奈良の住職さんにお願いをしまして、ここだけのために。住職さんが書かれたんですか。住職さんに書いていただきます。で、あの普通の紙にここにこうやってボタンを書いてほしいんだっていうことで、紙に書いてもらったのを転写してエアブラシにしてるんです。すごい、はい、これが住職さんのやっぱお名前を入れさせていただいて。 おしゃれだね。おしゃれですよね。なんかみんなやっぱバラって言われるんですけど、ボタンなんです。ボタン、なんかやっぱハイエースとかね、こういうなんか入ってるとかっこいいよね。かっこいいし、なんかこうワンポイント、まあ、でも主張はしすぎてない感じでいいですよね、うん、はい。あとこのライトも、これインナーブラックじゃなくてインナーホワイトなんですね。インナーホワイトなんです。これ、はい、これも全部打ち替えか何かしてる感じですか。これは空割りをもう買った投資に、あの旦那がここだけはホワイトインナーにしたいっていうことで、あのフレックスさんで買ったんですけど、ここだけはやってもらいました。はいはい、おしゃれだね、これね。これいいですね、この白と黒のなんかこう、なんていうんですか、はっきりしてる感じがかっこいいですよね、締まって見えますよね。ハイエースとかよく見るけど、こういうの見たことないもんね。ないです、ないです。最近ね、やっぱハイエースのカスタムって流行ってるけど、はい、なかなかここまでね、やってる人はなかなかいないと思う。で、これもまた、まあ、このまあフォグもそうですけど、はい、これも光るんですか、もしかして。これはデイライト。あ、デイライト、はい、なるほどね。あのどうしてもデイライトが欲しくて、このフリッパーには実はついてないものなんですよ。で、これを後からあの埋めました。埋めた、後付けで、はい、あのジョーカーさんでデイライトだけが売ってるんで、はい、それを埋め込んでもらって。こだわりのポイントがまたすごいですよね。なんかね、このバンパーもだってすごいいかついもんね、うん、これなんかワンオフみたいに見えます。なんかあんまこういう感じのタイプ見ないですよね、はい、これどうや、これはどういうものなんですか。からここまでがコンバージョンバンパーで、ここの下のこれがフリッパーが、あのハーツさんのフリッパーで、ここがデイライトがジョーカーさんなので、いろんなあのショップさんとかのこのものを組み合わせて、組み合わせて全部貼り付けて、はい、全部ここ自然な感じにして一個ものに。めちゃくちゃ自然だから分かんないよね、これ全然気づかないですよね。一個ものにしました。やっぱこういう車の人めちゃくちゃこだわるね。こだわりがすごいですね。こう普段
こうなんて言うんですか、マニアの人でも気づかないようなポイントとか、違和感を出さないところがすごいですよね。すごい。え、このホグはこうなんかピンクになってる、なんか意味があるんですか。これは私がピンクフォグ愛好会の代表をしておりまして。ああ、ピンクが好きなのね。ピンクが好きというよりはこの車にはピンクをはめたかったって。愛好会です。愛好会があるんですね。愛好会、はい、だこのピンクフォグをつけてる車、ね、ハイエースがずらっと並ぶと圧巻です。それ見てみたい、見たい ね、 見たいね。見たい見たい。これぜひつけてもらう、ちょっと見てみたいんですけど、はい、つけていただいてもいいですか。ぜひぜひ。おお、これなんかずらっといっぱいいたらいいね。これずらっといたら確かにもう圧巻ですね。はい、でみんな同じこのカバーにしてるので同じ色です。なるほど。なんかどうしても遠目から見たくなっちゃうね。そうですね、やっぱり遠くから見たくなっちゃいますけどね。なのでフォグの光量だけみんな違うだけで、色はみんなこれなので、はい、もうこれがずらっと並ぶと結構オフ会とかでも目立ちます、うん、目立ちますね。はい、あ、じゃあ横も見てみましょうか。また横もこれペタペタですね、藤野さん。そしてこのホイールがまたかっこいい、はい、ホイールかっこいい。ホイールに入ってまだキャリパーもね、うん、もうホイールもやっぱこのホイールに何かこだわりがあるんです。これは私が一目惚れした2021年の新作のファブレスさんから出てる RS6 っていうアルミなんですけれども、全部オフセットとかも全部指定ができるんです。あ、そうなんだ。はい、これ2ピースですか。2ピースです。2ピース、スポーティーな感じもするし、2ピースのかっこよさもあるし、高級感ありますよね。これ何インチだよ。これ18インチです。18、はい、19でも20でもちょっと大きすぎるなこの車にはっていうところで18インチになってます。確かにこのぐらいがちょうどかっこいいかもしれないね。かっこいいですね。いや、これまた、まあリアもまたすごい、この出具合、これもまたツラ具合がすごいですね。はい、ここはもうギリギリまで切ってもらって、紙1枚入るか入んないかぐらいじゃない。で大体エアサスで全下げする人ってみんな中にこう入れて下げるんですけど、はいはい、うちはどうしてもはみ体で下げたいっていうのがあって、こだわってる。はい、すごいね。これ僕気づきました。気づいていただきました。このナット、これオリジナルですか、もしかして。これは塗装しました。これ塗装オリジナルで塗られてるんですか。はい、塗られました。これだって紫でラメ入ってて、これさりげなく、ここまで見ないと気づかないおしゃれポイントですよね。そうです。実は統一感があって、ね、ここと同じところがタタタタあるんです。なるほど、ね、これおしゃれだね。おしゃれですね。これ後ろも行ってみましょうか。後ろもキラキラしますね。わかりました。これもそうですね、キラキラしてますね。ここも実は同じラメを塗っていただいて。ラメ好きなんだ。そうですね。なんかせっかくだったらキラキラした方がいいなみたいな、可愛いな。基本私紫好きなんですよ、実は。紫ね、いいね。なのでほぼ紫ラメとピンクで、ピンク紫で、ピンクもちょっと大人ピンクが良くて。あ、マフラーってどっから出てる。マフラーです。マフラーがない。マフラーです。ですで上げると中に入ってるんです。中に下向きについてるんです、実は。そう、意外と最近自分も好きなのがマフラーをあえて出さずに隠しとくのもかっこいいな。あ、なるほど。じゃあこれ覗くと見えるんですか。そう、後ろ全下げ、あ、全上げをして、そうするとホーシングの前で下向きにしてあるので、 あとはもうこの辺も全部オリジナルでワンオフで作ってもらって。そうなんです。で、これが実は結構重いので、うん、3つに分かれるんです。ここ、こことここと、もう3分割になってて、
ごいね、形がなんか斬新。これはご自身でデザインされてるんですか？これはあのお願いしてる車屋さんにもうこんな感じがいいなっていうのだけを伝えて、あとはもうオリジナルで作っていただいてます。やっぱ板金屋さん大変だね。これそうですね、セルシオもそうでしたけど、またこのでもそれだけこだわりが強いってことですもんね。こだわりも強いし、逆にねやっぱこういうのをね作り終わってショーとかでね、なんか前のフリッパーとかはあのなんかの車となんかの車をくっつけて2個1のやつとかなんです。すごいね。で結構強度があるのでぶつけるとこの辺から全部持ってかれるよとは言われてるので、ね、気をつけてください。逆に気をつけてください、はい、言われてます。ついてる。はい、確かにこれ完全についちゃってますね。つきました。すいません今日もテープで、テープですいません。これは最近の流行ってる流行ってるやろ。今日実は洗車をしたらポロッと取れまして。あ、取れちゃったんですか？取れました。最新式かと思ってた。この、 あのサイドが重いので耐久性がちょっとこれなくて、で今回ここを変える予定なんで。じゃあね、変えた後また見てみたいな。リニューアルしたらどういう雰囲気に変わるのか見たいですよね。ぜひ見ていただきたい。こういうのあるの？これはオリジナルなんです。オリジナルなんですか？ホネストさんがビットカバーを作っておりまして、はい、Kワークスさんって福岡でハイエースを乗られてるすごいハイエースがの方がいるんですけど、その方とホネストさんがコラボをして作ったやつで、はい、ガラスなんです。ガラスだし、見てください、このフィラーキャップもまた紫、ピンクですか？これはこれ紫です。これ紫ですか、はい、ここも全部あのこういう紫にしてくださいっていうのでお願いをして作っていただきました、うん、みんなあの見えないところっていうかそういうところも本当こだわってるんだね。こだわりがすごい。見ていただきたいのはここですね。ここあ、ここにも、ここにも大好きなラメがあった。ここにまでこだわりが入ってるってすごいですね。見えないおしゃれ。私このまたダッシュボードも可愛らしいですね。さっきからさ、ずっとぐるっと回ってやっぱ一番さ、はい、パッと見で目についちゃうの意外と内装なのに、ここなんかこれすごい大変そうじゃない、はい、キットで売ってるの？パネルが売ってるんです。それに私がスワロフスキーで3ヶ月ぐらいをかけて作りました。じゃあこの部分は自分でこう全部貼ってます。あ、ダメ。もう完全にフルオリジナルです ね。フルオリジナルです。しかもこれクイックリリースついてますよ藤野さん。これハンドル外れるんだ。ハンドル外れますよ、はい、この外れます。これもほんとだ、こんな感じで。でもやっぱこういう車でハンドル外れるっていうのはやっぱ盗難防止とかっていうのも考えて外れるよね、はい、そうですね。そうだよね、ハイエースなんか盗まれちゃうもんね最近やっぱ多いですからね、うん、まあでもこれ盗んでもさすぐバレるよね、まあ、バレるどころの騒ぎじゃないですね。見てくださいこれ、ホームボタンも完全オリジナルですよ。全然違和感ないし、これもまたラメですよ藤野さん。これラメがもう至る所に散りばめられて。そうなんです、はい、これ普段から普通に、はい、普段から乗ってます。乗ってるんですね、はい、幼稚園のお迎えとかこれです。わ、不便なこととかないんですか？狭いところはやっぱり、ね、あとはついこの前あったところなんですけど、あのハッピーセットを買いたいって言うんで、ハッピーセット、はい、マックに行ってマックが狭すぎてすったっていう。ああ、でも一応入れたのは入れたの。出れなかったんです。入ったけど入ったら最後だったところですよくこう最近イベントとかにも行かせてもらって、展示とかさせていただくようになった時に、一般の方にハイエースのカスタムは嫌いだったって言われて、でもこれを見てすごくイメージが変わりましたって
言ってくださる方がすごく多くて、それは嬉しいですね。すごくそれは嬉しかったです。はい、というわけで藤野さん、はい、アリサさんの愛車を紹介させていただいたわけなんですけれども、ね、これまたすごい車でした ねこれもやっぱこだわりが、もうラメが好きみたいなのも分かったけどね。もうラメとこの、 色使いの統一さっていうのがすごかったですね。あとはいろんなものが組み合わせて作ってるっていうのがね、うん、結構やっぱり、あとワンオフパーツもすごい多かったし、はい、まあ、何しろ大事に乗ってほしいですね、ぶつからないように。さあ、というわけで可愛い出演者も登場してくれましたがすいません、もう終わりなんですけどねはい、というわけでアリサさんのハイエースをご紹介させていただきました。アリサさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。